で、こっからどうするかな。いいね、タイミングよく射撃を打ってきてくれたので、アーマー持ちのね選手はねやっぱ強いっすね。で、このままベジット持ってけそうっすね。あ、打撃がもう1枚来た。これがねアーツドロー速度アップの力ですよ。どうですか、ワンコンでベジット落としちゃいます。はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はですね、ドラゴンボールレジェンズ初めての PVP 実況をやっていきたいと思います。というわけで今回使っていくパーティーなんですけれども、未来パーティーと見せかけて無限コンボパーティーでございます。っていうのも、まあパーティー見てね分かる方は分かるかもしれないんですけれども、未来ご飯こちらですね。こいつ、まあ落ちバフですね。こいつの意思を託すもの、戦闘フローになるとよだめ打撃アップ、気力回復速度アップ、あとは一番の無限コンボのポイントとなるのがアーツカードドロー速度が1段階アップってことでね、まあ未来のタグのよダメージもアップしてくれるんですけど、これをすることによってロゼとあとベジットブル、ロゼは、アーツドロー速度を上げるアビリティ持ってますし、ベジットブルーはね打撃を何枚も引いてくるっていうところですごい相性がいいんじゃないかと思ったので、早速ねこちらのパーティーで PVP を回っていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。お相手の方は埼玉さんですね、よろしくお願いします。いやー、初めての PVP 実況なんですごい緊張しますね。まあ基本ね選出はロゼとベジットブルーと、未来御殿、御殿じゃない、ご飯じゃない、喋ってたら早速コンボを取られていく。これね、まあとりあえずいいところまでロゼで受けて、まあ捨てるのは未来ご飯ですね。まず一番理想はライジングをこの未来ご飯で受けるのがいいんですけれども、なかなかねそれ難しいんで、結構ね雑に未来ご飯は捨てていきます。お、あー避けられる。ほんとね回避読みもめちゃくちゃ下手くそなんですよね。で、この火力よ、ゴテンクスの。はい、落ちていく。まあこっからが本番ですから。はい、入っていく。で、属性振りもほぼほぼ関係なくぶん殴っていく。レジットが出てくるとめんどくさいけど、交代読みをするのもめんどくさいんで、とりあえずぶん殴っていく。あ、ここで出てくるか。で、これは受けましょう。で、ここからどうするかな。いいね、タイミングよく射撃を打ってきてくれたので、アーマー持ちのね選手はねやっぱ強いっすね。で、このままベジット持ってけそうっすね。あ、打撃がもう1枚来た。これがねアーツドロー速度アップの力ですよ。どうですか、ワンコンでベジット落としちゃいます。で、メインで見たけど相手も見てきてライジングですね。タックルのところにね結構打っちゃうんだけど、これもねコンボで持ってけるんじゃなかろうか。で、もう1枚ダーツが引け、あー、これ究極を打とう。これでね、まあ落ちですね。属性振り関係なしで一気に、あー、速圧打っちゃいますよね。で、あ、ロゼはここで落とされるかな。相手の人ステコンしてこないですね。ああただ相手はバニッシングがないのでこのまま突っ込みます。で、この火力、これはもう勝ちですね。でもこのね、もうアーツドロー速度アップと打撃を引いてくるっていうアビリティがめちゃくちゃ強い。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いいたします。基本的にはね、初手ロゼですね。で、相手にアーツ入れられたりしたら未来ご飯に交換していくっていうようなムーブですね。できればね、まあ最初にある程度
削れればいいんですけれども、まあ、今回は結構コンボ入ってますね。でここでボールを回収していく。で最速取りたいけど取れない。でベジットに変えて、うわ今普通にあの タックルか射撃読みだったんですけど普通に避けられましたねあーやめてくれ、終わってくれ、コンボ終わってくれ、もうやめて。でご飯戻って、ここでご飯戻ってこい、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  OK あぶねーもうほんとね、未来ご飯が落ちる前にロゼかベジットブルーが落ちた瞬間負けですでコンボ入れていく、回避読みで、ボールを回収してって、ここはねライジング打った方がいいけど、まあ間違えてちょっとおっしゃいましたねいやここでねライジング入れてブルーベジータを落としていきたかったけど、この結局入れても、あでもそっか能力解除があるのか。であとはもうこのまま交代はできないんで、こいつが死ぬまで行こうと思ったんですけれども、うまく回避読みでライジング入れられましたね。おしゃれなプレイを決めていく。ただここ読まれていく神展開だな。でこのまま、まあ落ちですねファイナルクラッシュでも落ちない。意外とね凸が済んでるからね硬いんだよね。あー今のところアーツギアではでかかったけど、こっからが本番ですよ。ロゼで読んでいく。ちょっとあーこれまずい完全に究極読むタイミングが遅かった。いやーこれ読みたい、お願いします。うやべえなこれ、1対3だけど最後はベジットブルーっすよ。ここでアーツを入れられていくけど、やばいこれ、このまま押し切られる。あこれ外れてるね、打撃の後だから。あいいね。で回避を読んでコンボ入れていく。でここ絶対入れないとまずい。究極読んで様子見るけど何もしてきてない。いいねタックル入る。これでベジットブルーも落ちですね。いやこのねアーツドロー速度アップと打撃を引っ張ってくる力ですよ。であとは究極かライジング、あやべ押しちゃった特集間違えたけど入ったラッキーでライジングでこれで当てれば勝ち。多分ねこっちね打撃アーツが多くなってると思わせて射撃を選んでいく。あ特殊かまあ勝ちですね。どうですか1200万ダメージ。対戦ありがとうございました。ということでベジットブル1体で3体落としていくというね。お相手は結構凸が進んでる合体パーティーですね。ベジットブル、えこれ7凸やばだけどこっちには打撃無限コンボがあるんでなんとかなるでしょういやこんなにね凸が強いとなかなかやる気が湧いてこないですけどまあねこういうパーティーに勝ってこそ打撃無限パーティーをね強さを皆さんにアピールできると思うんで、ここはぜひ勝っていきたい。まずは特殊で様子を見てコンボ入れられたらやばいんで最速取りたい。いやー下手くそムーブなんで、まあ、安定の未来ご飯をそのまま捨てていきますこれ多分ねワンコンで落とされちゃうんじゃないかな。ベジットブルーやばすぎだよね。7凸ベジットブルーの力がこれですよでもねこっからが本番ですから。いいねこう打撃入っていく。見てこの火力、いやーここもうカバチェンうざい。でああ入れられない。ただ相手バニッシングないですね。でこれ確定で入る。でロゼもドロー速度アップ2段階アップしてるんでアーツがどんどん回ってくる。でベジットブルーでここで究極で落ちですね。打撃入れて、あまだあケフラ、そっかカバチェンが残ってんのか。
で打撃を入れて、ここはライジングっすね。で確実に相手を1体落としていく。選ぶアーツは射撃アーツ、打撃でしょ。 OK、 これで、まあ、一番厄介かな、手札をまず落としていく。ただ相手ライジングが残ってるんで、そこをねなんとかかわしたい、また読みたい。お、入った、ラッキー。いやこれ持ってけるんじゃない、いけベジットブルー。あーアーツ、そっかベジットブルーはアーツに何か、やべえ今のはうかつだった、これやばい、どうしよう、ちょっとギリギリまで耐えましょう。ライジングが飛んできたらロゼに変えようかな。あ、ラッキー、コンボが外れて、いいね、回避を読んでいく。あ、でも今バニッシング相手なかったかな。でこれでファイナルカメハメハで落ちですね。ファイナルカメハメハでロゼに交換して、あー遅かったいや今の最速取れるタイミングだったんだけどな。ただバニッシングがないのがバレテーラーいやこれ読んだら勝ち、読んだら勝ち。特殊使ってないよね相手。あーこれ射撃臭いな。あーやっぱりやばい。で相手はバニッシング残ってるよね。さあコンボ入れたもん勝ち。ここで避ける、オッケー、勝ちですね。いやこあの突がね、ガチクソ住んでいる合体戦士パーティーにもこの打撃無限パーティーだったら勝てるまあそんなね可能性を見せられた一戦になったんじゃないでしょうか。はい、というわけで本日はですね、未来ご飯の、落ちバフを使った打撃無限コンボパーティーを使っていきました。まあ実際ね今回勝てた3試合を、出させていただいてるんですけれども、同じくらい負けてますっていうのも未来ご飯より先にロゼが落とされたりベジットブルーが落とされたり、まあそういうことがあるとねもうほぼほぼ勝てないですねただ勝てるときはねもうさっきの動画みたいにもうコンボがね無限に、無限じゃないけどほぼ無限に続けられるんで、かなり楽しいパーティーになっております。皆さんもねこのパーティーぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。